マーク・ウェーバー、マーク・アラン・ウェーバー、1976年8月27日隊は、オーストラリア出身のレーシングドライバーであり、元第一ドライバー。日本のマスメディアにおいて、生は、ウェーバーと表記、発音されることもある。オーストラリア・ニューサウスウェールズ州のクインビアンで生まれる、15歳から18歳までカートで経験を積むと、1995年に、 オーストラリアのフォーミュラフォードにフル参戦した。ランキング2位で終え、1996年に都営し、イギリスのフォーミュラフォードに参する。ランキングは惜しくも2位となるが、年末のフェスティバルでは他を寄せ付けず優勝を果たす。1997年はイギリス会3に参戦し、1勝を挙げる。マールボロマスターズでは3位。その年で F3 を卒業し、 メルセデスのジュニアチームと契約する。1998年はメルセデスで FIAGT 選手権を戦う。ベルントシュナイダーラと交戦を演じ、5勝シリーズ3位で終える。1999年はルマンでの活動が主となった。しかし彼の運転するメルセデスベンツ CLR には走行中に車体のグラウンドエフェクトが急激に失われるという。 車体構造に設計上の致命的な欠陥があった。予選中と決勝日のウォームアップ走行中に車体が離陸し舞い上がった後路面に叩きつけられるという事故が2度も続いた。2度の事故で車両は修復不能となったため、ウェバーは決勝に出走することができなかった。なお、同チームは対策のためカナードを追加した車両を決勝に出走させたが、 ピーター・ダンブレックがドライブ中に、再度同様の事故に見舞われた。そのアクシデントで、メルセデスが、スポーツカー部門から撤退したことを受けて、ウェバはフォーミューラに戻った。その後、初めて回一マシン、アローズのテストを経験した。2000年から国際会3000に参加。アローズの F3000 でシーズンを戦う。序盤は、得点を重ねるも中盤で失速。 ランキング2位から大きく離される3位、1勝でシーズンを終える。2001年は名門スーパーノバで戦う。そこで参照し、ランキング2位につける。だが、ジャスティン・ウィルソンに乾杯だった。この年は、ベルギーのスパ・フランコルシャンで開催された、レースできたアクシデントにより、人体を損傷している。ミナルディで、位一デビューする。 戦闘力の劣るミナルディだったが、地元オーストラリアの開幕戦で、トヨタのミカサロを振り切り5位に入賞した。その後は入賞できずにいたが、2002年シーズン、中盤で、ジャガーレーシングの車両をテストする機会を得て、翌2003年にはジャガーに移籍した。ミナルディでは、予選結果で、チームメイトのアレックス・ユーン、アンソニー・デビッドソン、第13戦、第14戦のみ、に全勝した。 中堅チームのジャガーで、ブラジル GP の第一予選で、暫定ポールポジションを取り、シーズン全体では、セカンドロー2回という結果を残した。最終的に入賞7回、最高位6位。ランキング10位で2003年を終える。マレーシア GP で、ジャガーチームの最高位、予選2位となり、フロントローを終えるが決勝ではスタートで出遅れ失速。鈴鹿でも、 予選3位を得るがリタイア。第12戦ドイツの6位をベストに、以後のレースはノーポイントだった。ジャガーがシーズン途中に成績不振から撤退を発表、撤退を控えており、車体も前年から大きな開発がなかったため、決勝の結果は安定しないものの、将来チャンピオンを取り得る逸材と関係者から評価されていた。ジャガーを離れ、名門ウィリアムズに移籍。 モナコ GP で、会一では、初めての3位表彰台を獲得した。予選では相変わらずの速さを見せたが、決勝ではスタートで順位を落とすことが多く、レースペースにおいてもチームメイトであるニック・ハイドフェルドの、後陣を敗することが多かったことから、関係者の間でもこれまでの高評価に疑問が、呈された。ハイドフェルドに代わってこの年デビューした新人、ニコ・ロズベルグが、 チームメイトとなる。この年はウィリアムズが BMW エンジンを失ったことで戦闘力が大きく低下した年となり、彼も前年から大きく成績を落とす。予選で高位置を獲得し、決勝でも力強い走りを見せるもののマシントラブルでリタイアというシーンがたびたび見られ、特にモナコ GP では予選でフロントローに立ち、決勝でも3位を走行していたにもかかわらず、 トラブルでリタイアを喫し,し、怒りのあまりステアリングをコックピット内に叩きつけた。予選結果は、ロズベルグに対して12勝6敗。ハンガリー GP 直前、ウィリアムズがロズベルグとアレクサンダー・ブルツのラインナップを発表。移籍先を探すことになったが、8月7日、フルス・ジャガーを買収し2005年から参戦していた、レッドブル・レーシングに移籍することが発表された。 マシンの信頼性不足で、チームメイトのデビット・クルサードと共に苦労するが、豪雨となった、ヨーロッパ GP で3位表彰台を獲得、クルサードも5位。マシンなどに問題があり、決勝では苦労しているが、ほとんどの GP で予選93、トップ10に進出し、持ち前の予選での速さを見せ予選番長プリを見せつけている。第15戦日本 GP の決勝では、 食あたりを起こしレース中にオートするなど最悪な体調の中、驚異的なパフォーマンスを披露し2位表彰台を獲得できる位置にいたものの、セーフティカーセン同時に、姉妹チームのトロロッソのドライバーである、セバスチャン・ベッテルに、後ろから衝突され、リタイアとなる。彼は初めはベッテルを強く非難していたが、後に、マクラーレンのルイス・ハミルトンが、セーフティカーセン同時に恋にブレーキングをして事故に、 発展させたという疑惑が出ると、ハミルトンへの批判が強くなった。前年の信頼性不足からの今季マシンへの影響を懸念していたが、一応は平均レベル程度となった。開幕戦は大混乱の中で完走はできなかったものの、以降モナコ GP まで5戦連続で入賞した。第7戦カナダ GP では入賞を逃したが、次の第8戦フランス GP では6位入賞した。 第9戦イギリス GP の予選では、自己最高体となる2番グリッドを獲得したが、1周目のスピンで最高尾に交代、追い上げを見せるも入賞を逃した。その後第12戦ヨーロッパ GP までノーポイントに終わったが、次のベルティ GP で8位に入り、久々のポイントを獲得した。自身が主催するイベント、マーク・ウェーバー・ピュア・タスマニア・チャレンジの競技中において、 足を骨折したためウィンターテストの半分をキャンセルするという最悪な状態から始まる。開幕戦地元のオーストラリアでも足を引きずる場面が見受けられ不安視されたが、エイドリアン・ニューウェイが開発した RB5 はやり第2戦マレーシア GP では6位入賞。レース距離が75%を満たしていなかったので、第一史上5度目となる。 ハーフポイントとなり1.5ポイントを獲得。続く第3戦中国 GP では7年日本 GP を思わせるような雨の中、この年からチームメイトとなったベッテルに敗れ走ったものの、開幕に連勝中のブラウン GP のジェンソン・バトンとのバトルを繰り広げ、自己最高位である2位をもぎ取るなど、開幕前の不安とは裏腹にまずまずのスタートダッシュを切った。第四戦以降も、 第5戦スペイン GP で3位表彰台、第7戦トルコ GP、第8戦イギリス GP で2位表彰台を獲得するなど、チームメイトのベッテルの成績には劣るものの引けを取らない走りを見せた。第9戦ドイツ GP ニュルブルクリンクでは、回一3132戦目にして、初のポールポジションを獲得。決勝、スタート時に、 ブラウン GP のルーベンス・バリチェロに対する幅寄せにより、ドライブスルーペナティを犯されるという逆境をものともせず、ポール・トゥー・ウィンで、開一初優勝を飾った。第10戦ハンガリー GP では、初のファステストラップを記録した。第12戦ベルギー GP では、ピットアウト時に後方にいた BMW の、ハイドフェルドの前へ無理に出て接触しそうになり、 ドライブスルーペナルティを受け9位ノーポイントに終わった。第16戦ブラジル GP では、大雨の混乱の中予選2位を獲得し、ドライとなった決勝では、ポールポジションのバリチェロを1回目のピットストップで、逆転し、そのままゴールまでトップをキープし続け、シーズン2勝目を挙げた。シーズン中盤までは、ベッテルと互角のポイントを獲得していたものの、 第11戦から5戦連続でノーポイントに終わったことが響き、最終的にはランキング4位でシーズンを終えた。引き続き、レッドブルから第1に参戦した。第3戦マレーシア GP では予選93で他のチームが不構図のウェットタイヤを装着したのに対して、朝溝のインターミディエートを装着したのがコうを奏し、自身2度目のポールポジションを獲得する。 決勝では、スタートにおいて、昨年に続きチームメイトであるベッテルに交わされるものの2位、表彰台に上った。続く第4戦は、予選で、フロントローを獲得したものの、ウェットレースとなった決勝では8位に沈んだ。第5戦スペイン GP では、予選全セッション1位で PP を獲得、決勝でもスタートから一度もトップを譲らない、完璧な走りでシーズン初。 通算3度目となる優勝を飾った。第6戦モナコグランプリでもポールポジションを獲得し、決勝も4度のセーフティーカーが入る、荒れたレースをトップでゴールし、伝統のグランプリを2戦連続のポール2ウィンで制した。ヨーロッパグランプリでは予選2番手につけたもののオープニングラップで大きく後退し、タイヤ交換を行ったことで後方に下がってしまう。 そして10周目に前方を走行するロータスの兵器、小原い年をかわそうとして追突、ウェバー車の左フロントタイヤが、小原い年車の右リアタイヤに乗り上げる形で、ウェバーのマシーンは飛び上がって、看板と接触、さらに上下逆さまのまま路面に叩きつけられ、タイヤバリアに突っ込んで停止した。幸いにも双方に怪我はなかった。その後は、 ドイツ GP を除く4戦中3戦で予選2位を獲得。ベッテルがミスを繰り返すのと対照的に安定した走りでその間に勝している。特にイギリス GP では自身が装着していた新型フロントウィングを午前中のフリー走行を突然脱落させたベッテルに取られるという逆境をものともせず、スタートでトップに立つとパンクで後方に下がったベッテルを尻目に 余裕のトップチェッカーを受けた。この時ウェイバーはチームへの無線でナンバー2にしては上出来だろうと、皮肉とも嫌とも取れる発言を行っている。また、第12戦ハンガリー GP では予選2番手につけたが、決勝ではスタートでフェルナンド・アロンソに交わされ3位に交代してしまう。しかし、レース序盤にセーフティーカーが出た際にステイアウトし、トップに浮上すると、 レース再開後には2位を走行していたベッテルが、ドライブスルーペナルティを受けて交代したこともあり、後続を引き離し十分なリードを築く。ピットストップ後もトップを守り優勝した。その後もランキング2位以内をキープし続けるが、大雨の韓国 GP で、自らのミスによりスピンしてリタイア。ベッテルもマシントラブルでリタイアしたが、このレースで緊張の糸が切れたのか。 その後のレースでは制裁を欠く。最終戦のアブダビ GP までチャンピオン獲得の可能性を残したが、決勝でコンクリートボールに接触し順位を落としたことで、無名とのベッテルが逆転で初のチャンピオンとなり、ウェバーはランキング3位でシーズンを終えた。開幕から連勝し、ランキングトップを独走するベッテルとは、対照的に2011年は後に、 ウェバー社がもう一台とは別のカテゴリーのようだったと語るほど悩みに勝利が続いたものの最終戦であるブラジル GP でシーズン初優勝を飾ったシーズン中盤までランキング2位を維持していたものの戦闘力が増したフェラーリのアロンソやマクラーレンのハミルトンやバトンの追い上げを受け順位を落としつつ激しい2位争いを繰り広げ最終的にはランキング3位 年間ファステストラップ記録数1位、年間7回記録でシーズンを終えた。第13戦イタリア GP 後に2012年までの1年契約を結んだ。開幕戦オーストラリア GP では4位入賞を果たす。なお、ウェバーの母国 GP である、オーストラリア GP での4位は、会一における自己最高リザルトである。続く、第2戦マレーシア GP、第3戦中国 GP、 第4戦バーレーン GP においてもベッテルが苦戦するのに対し安定した走りを見せ開幕から4戦連続4位入賞を果たした。第6戦モナコ GP ではポールスタートからロズベルグやアロンソラの追撃を振り切りモナコ2勝目を達成した。またモナコ2勝以上達成した初のオーストラリア人ドライバーとなった。ヨーロッパ GP は予選19番手に沈んだが そこから追い上げを見せ4位を獲得した。イギリス GP ではトップのアロンソを残り5周で抜き、シーズン2勝目を挙げたが、これが F1 での最終勝利となる。同グランプリ後、チームとの契約を2013年まで延長した。開幕戦オーストラリア GP では6位とこの年も表彰台を逃した。第2戦マレーシア GP では終盤に差し掛かり、 ピット戦略でベッテルをかわし首位を走行。この段階でウェバーはプライムタイヤでピットアウト、ベッテルはオプションタイヤで2位走行。これ以上争わないようチームオーダーが出るが、従ったウェバーに対し無視したベッテルが温まらい、タイヤで走るウェーバーに勝負を仕掛け、ウェバーは優勝をさらわれる。憤慨したウェバーが表彰台控室でベッテルにマルチ21だろ セブと問いかける場面が全世界に放送され、ウェバーとベッテルの確執は後戻りのできないものになった。イギリス GP 前に今シーズン限りの引退、及び来年からポルシェから WEC に参戦することを発表。その後はたびたび表彰台に上るも未勝利に終わり、終盤級連勝を達成したベッテルの陰に隠れる形で、間一のやりやを終えた。 ラストレースとなった最終戦ブラジル GP ではレース後のインラップでヘルメットを外して走行し監修の声援に応えた。海一を引退した2014年からはポルシェより WEC に参戦。2015年にはウェバーの乗った17号車がドライバーズ選手権を制している。2016年の富士戦を前に2016年限りで プロドライバーから引退することが発表された。その後は、会議の表彰式のインタビュアーとして抜擢されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。